こんばんは。神戸オートフェスティバルありがとうございました。こんばんは。こんばんは。皆さん無事落ち着きましたかね。まだ帰宅途中かな。熱で寝込んでた。あら、大丈夫ですか体調。お大事になさってください。週末アニツメ見た見た。グッジョブグッジョブ、ありがとうございます。ちょっとみんなちょっといっぱい話したいことありすぎるけど、何から話しますか。もういっぱいありすぎるんですけど、皆さんもきっとね、もうね、楽しかったです。はい、すいません、今日は神戸入りでした。念を送ってくださった方もありがとうございます。本当に行けない方もたくさん念を送ってくださったりしてね。ちょっととりあえずテロップ入れさせてください。テロッピングなうです。オッケー。ハートありがとうございます。楽しかったです。もうほんまに最初に言いたいことは楽しかったです。ありがとうございました。本当にみんなのおかげで立てたステージ最高に楽しんできました。本当ありがとうございました。ありがとう。先回り民活、私も配信で食べればよかったと思ったけど、帰り道でもう先に食べちゃいました、りんご飴。嬉しいな。ちょっとみんなたくさんコメント書いてくれてるけど、何から話しましょう。本当にいっぱいありすぎて話したいことだらけなんですけれども、あ、ありがとうございます。ミラーボール、ハートありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまずはランウェイからですね。時系列、あきら先生買ってるとこ見かけた、すごーそう、買ってきてくださったんです。あきら先生がリンゴ飴あるらしいよ、みたいな話してたら、そう、メイクめっちゃ綺麗にしていただいてね。メイク見てください、超キラキラなんですよ。近くで見えたかわからないけど、伝わりますか、このキラキラ度合い。こんなキラキラメイクでできることなかなかないので、めっちゃ嬉しかった。超キラッキラです。ヨシミン旋風ワンキューこれそう、まずはあのランウェイの話なんですけど、ソロランウェイを歩かせていただきまして、そう、もう素敵な景色で、みんなめっちゃね、座ってちゃんとめっちゃ見守ってくださってて嬉しいです。ありがとうございました。みんな見守ってくれてて、3人と一緒に歩けて楽しかったんです。ソロラーメンも歩かせていただきまして、めっちゃ緊張したんですけど、かわいいな連発ありがとう楽しかったです。素敵だった、ありがとうございます。かわいかった、ありがとうございます。素敵なお洋服着せていただいて、メイクも髪型もね、編み下ろし、編み込み編み込みお下げみたいなしてもらってね、伝わった、緊張してためっちゃ緊張してた。周りの方々もすごくってね、素敵な経験、本当に素敵な経験させていただきまして、一人でランウェイ歩くことなんてなかなかないのでね、本当にありがとうございました。楽しかったです。そうですそうです、白いワンピース着させていただきまして、ツイッターに写真上がってますので見てね。ハートありがとうございます。じゃあ、かわいかった、ありがとうございます。そう、ドキドキだったんですけど、
無事歩けてよかったです。楽しかったです。似合ってた、ありがとうございます。もうみんなめっちゃ見てくれててねえ、本当にたくさんの星投げとハートと、ね、とたくさんの星投げとギフトとしてくださったおかげで歩くことができましたので、本当にソロランウェイね、本当にありがとうございました。楽しかったです。楽しかった、余韻なうです。できてました、ちゃんと歩けてたかな、どうだろうって疑問に思いながら、どうだったかなって思いながらずっといたんですけどね、うちは見えてましたよ全部。おめでとうってね書いて机に置いてくださってたりしてね、よしみはねかっこ NLB48 って書いてあったのがなかなか感慨深くて、わーって感じでした。そうテーブル席とかね、みんなあのよしみおめでとうとか、新チームミスティックスおめでとうとか書いてくださってる方がいて、すごく嬉しかったです。とっても優しいと、はぁそうリハーサル見てくださってた方もね、ありがとうございます安心しました。うちは降ってた、見えたよ、ありがとうございました。本当にちょっとねコーヒーとか飲みながら話そうと思うから、みんなもちょっと一服するもの持ってきてください。なるもありがとうございます。そうどんな感じで歩いたらいいのかなと思ってすごい緊張したんですけど、たくさん練習してよかったです。うんグミ食ってる、あーいいね、お酒いいねコーヒーとかみんなちょっと飲みながらゆっくり話しましょう。一番好き、うわーそんなそんなありがとうございますありがとうございます。メイクさん知らない、いつもと違うメイクさんだったんですけど、めっちゃ仲良くなってキラキラーとか言いながらキラキラつけてくれてあ居酒屋行ったんや、いいですね、似合ってました、いやーありがとうございます。うん帰りの新幹線で、ありがとうございますね、ウサちゃんもノリノリね楽しかった、3人で歩けて、3人でもたくさん練習したんですよ、ここはどうするみたいな、そうスムーズ歩けてた、中央様みたいだった、だるまありがとうございます。そう真ん中で歩けて嬉しかったです、楽しかった本当にありがとうございます。素敵な、なかなか一人でさ抜くこともないし、二人に見守ってもらいながらね、後ろで見守られながら一人で歩くこともなかなかないので、そう一人でファッションショーに出させてもらうことなんて本当になかなかないので、素敵な経験をさせてもらえて本当に嬉しかったです。ショールームのイベントのおかげでありがとうございました。ラムで洋服好きだし、ラムで歩いてみたいなと思ってたので、そうお洋服が好きなのでね、歩いたりしてみたいなと思ってたので、その夢が叶って嬉しかったです。一人でね、ありがとうございます。ね、ソロは貴重です、本当に NLB48 って書いてあるところでありがとうございました本当にススキありがとうございます。
たくさん見てもらえたかな。カンコレやばい。カンコね、次またもっと長いくて大きいところにも出れるように頑張りたいと思います。お仕事もらえるようにね、頑張ります。楽しかった。なかなかアイドルとするべきことが違うからさ、ランウェイって難しかったけど楽しかったです。くるっと回っちゃったりしてねくるっと回っちゃったりして、ちょっとよろけちゃったんだけど、リハーサルではくるっと回っちゃったりして楽しかった楽しかったです。素敵な経験で、歩いたことありますって言えるし、オーディションとかでね、ありがとう、ありがとうございます。こちらこそ本当に。ハートありがとうございます。めっちゃ素敵。ありがとうございますありがとうございます。あ、ジローさん、クマありがとうございます。クマありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。クマありがとうございます。ピンクね、また次大きなところも出たみたいですね。あんまり言ってないけど結構洋服好きなので、モデルさんのショーツとかね、いつかしてみたいですね。でも今日はその夢が一つ叶って、ソロランウェイというね、ありがとうございます。本当に楽しかったです。あ、タコありがとうございます。ヨシミの服装全部好き、ありがとうございますハート。あ、ショウちゃんクマありがとうございます。ありがとうクマ、ありがとうございます。ダルマススキありがとうございます。TGC、 わあ、頑張った、ありがとうございます。頑張った、クス玉ありがとうございます。ありがとう、ハートありがとうございます。あ、家着いた、よかったよかった。あの、皆さん無事にお家着きましたかね。お気をつけてお帰りください。鈴木ありがとうございます。クマありがとうございますクワトンさん、クマありがとうございます。ありがとうございます。ね、多分私を見てこれが合うと思ったってくださったのかな、きっと。2人のペアウォークもペアルックみたいな感じで素敵で、私も一人でなんか似合うかと思って選んでくださったのかなみたいな、着そうな白いワンピースにしてくださいましたね。バラとハートと拍手ありがとうございます。あ、もうすぐ東京、よかったよかった。うん、忘れられない思い出になりました本当に。あ、そうそう、ショップにパネルが出たので、ぜひ等身大パネルが出てるので、ぜひ購入行かれた際はヨシミンの等身大と写真撮ってください。あれサインかけますよね。サインかけに行きたい。クミさん、花束ありがとうございます。平八さん、クマありがとうございます。ありがとうございます。走ったんや。皆さん道迷わなかったですか？三宮駅まで。あ、7日出ません、はい、出ないんですが、てんなちゃん生誕祭ですので、てんなちゃんの生誕をお祝いしに行ってください、ぜひ。アンケンさん、クマありがとうございます。ありがとうございます、クマありがとうございます。そう、パネルにサイン近々書きに行きます。等身大パネルね、ぜひ一緒に撮ってくださいメッセージがけまだじゃないかな、どうだろう、迷わなかった、よかったよかったよかったです。そう、そしてですね、あ、
そしてですね、神戸上級者は地下を歩く。あ、地下とかのあるの知らなかった。そう、今月誕生日なんですよ。ありがとうございます。そしてですね、ソロランウェイの後は急いで着替えまして、ヘアメイク直してもらいまして、ライブステージもありまして、ありがとうございました。これまたありがとうございました。ライブステージも本当に楽しかったです。そう、なんとですね、なんといっても一大事、ナギーチとラップタイムのラスサビからをなんとセンターで踊らせていただきまして、ねえ、そう、全部はできなかったのがちょっと悔しい点ではあるんですけど、でもね、2曲だけでも本当に立てて本当嬉しかったです。皆さんのおかげ、そう、イベント1位になったおかげでセンターにね立てまして、本当にそうなのよ、湧いて泣いた。そう、みんな吉見推しの方がちょっとうるうる来ちゃうのがステージ上から見えて、私までうるうるしてねえ、本当にそうなんですよ。そんなセンターに立てることなんて本当に一握りしかいないですし、一握りどころか一つまみしかいないですし、一つまみなんですけど、そんなセンターの、ね、経験させてもらえたことが本当に嬉しいですし、ねえ、ショールームでイベント頑張ったおかげなので、皆さんが応援してくださったおかげなので、頑張ってイベントやっててよかったなと思いました。ショールームやっててよかったなって、ね、そうなのよ。緊張するの伝わった？伝わりました。煽りもしてね、いや、渚で一番可愛いガール言えてたのがもう感激、悲劇感激って感じでね、嬉しかったです。煽りも本当できることなんて、センターも立てることなんて本当にないのでね、緊張しましたけど、いや、センターってすごいなって改めて思いましたし、リハでやったから見てたかもしれないけど、そう、いや、でも本当にそんな立つことって本当できないので、素敵な経験させていただけて嬉しかったです。ショールームやっててよかったなってね、またセンターってすごいなって、めっちゃ緊張、こんな景色なんだ、すごいなって改めて思いましたし、また立ちたいなと改めてさらに思いましたし、また立てるように頑張ります。で、普段は端っちょの隅っちょなんですけど、ショールーム頑張ってたらセンターにも立てるんだってことを証明できたらなって思いますね。そう、ここからステージから見ててもみんながハッてうるうるしてるとこが見えて、そう、こちらがうるうるだよってなりました。なぎちあおりうまかった。いや、めっちゃ緊張した。間に合わなかったらダメじゃないですか、あれ。調整できるようなものでもなくて。ねえ、なぎちって。悲劇感激。そう。あ、すすきとお団子ありがとうございます。お月様綺麗やったね、めっちゃ。そう、運ばれるのもね、そうそう、前地下っぱの時運んでたからね。あ、そうそう、ラップタイムの最後はランキング、あのチームが同じ3人で前だったんですよ。だからさゆきちゃんとみそらちゃんと私で三角形だったから嬉しかった。そう、激うま案件。ハートありがとうございます。そう、運ばれてたね。前地下っぱの時は運んでた側なのにさ、今日は運んでもらいましたよ。嬉しいね。ハートありがとうございます。タコありがとうございます。だるまバレてるよ。みんな泣きそうと思ってた。よしいち。略してないな、それ。
あ、そうそう、カジュパね、この配信の最後の方にやろうと思ってます。そうそう、やろうと思ってます。ね、一人でも多くの方が NNB っていうのをね、知ってくださったら嬉しいなって思いますね。ブラボー、ありがとうございます。好きな人、ジャンプ高かった？ やったー。ススキ、あ、ミラーボールありがとうございます。海外の方もありがとうございます。ありがとうございます。ね、もう本当にみんなで掴んだ、私だけじゃなくてみんなで一緒に掴んだセンターなので、本当に。素敵な経験をありがとうございます。ね、これを見て、あ、よしみ意外とセンターいけるやんって思ってくれたら嬉しいんですけどね。楽しかったです、とっても。センターから見る景色はいつもとちょっと違って素敵でした。気のせいじゃないと思います。 そう、上手大雨でさ、私いつも公園が下手だったからさ、あ、言うの忘れてた、ちょっと覚えで、今日ちょっと今日は神で多いよって送ろうと思ってたのにすっかり忘れちゃって、しかも届くのもめっちゃ終わってからだったからさ。 そう、神で多かったんですよ今回、ほとんど神でだったんですよね。すいません、いつも隣下手だと思ってた方がいたらすいません。 神手でした。 いやー、もう皆さんが良かったってたくさん言ってくださるから本当に、ああ良かったと思いますよ。皆さんしか言ってくださらないので、本当に。お、ズルズルだった、良かったけど、出た。ハートありがとうございます。よかった、センター。いやー、嬉しい。ね、これを機に、前へ進めるといいんですが。まあでも、いつもアスミッチョでやってる人も、ショールーム頑張ったら、センターにも立てるんだよって、ね、誰かに伝われば嬉しいですね。まあ、後輩はいないんですけど、まあ、後輩いないですけど。ミラーボールありがとうございます。ね、神戸まで行ってよかったわーって皆さんが思ってくれたら嬉しいです。遠くから来てくださった方も、近くから来てくださった方も多いので、行ってよかったーって思ってくれたら嬉しいです。だるまありがとうございます。ね、今日初めて見た方も気になって公演も来てくれたら嬉しいですね。吉見のミラクルドラッグのデフさんの努力で掴んだセンターだと思い、いやー。 ありがとうございます。 ありがとうございます。いやいや、みんなのおかげで、本当にみんなが立たせてくれた、そう、皆さんが立たせてくださったセンターなのでね、本当にありがとうございます。逆がかでも見てた。うん、わかった。ありがとうございます、本当に。ね、下手待機組の方もありがとうございます、本当に。うちはもう嬉しかった。お疲れ、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。あ、お世辞抜きでよかった、ありがとうございます。 嬉しいな、ありがとうございます。一番キラキラしてた？いやー、ありがとうございます。ね、変えるのもなかなか面白いんじゃないかなって思いましたね。今日は誰かなって思った方が。タコありがとうございます。ね、ショールームも、まあ、元といえばそういう場所でありますし、ショールームのイベントとかショールーム配信して、普段じゃないようなチャンスをつかむ場だと思うので、そういう
夢のあるというか無限の可能性を持った場所でもあると思うので、そういう場所っていうのが伝わればいいなって思いますね。今日を機にあの NNB とか48グループショールーム選抜があったりとか、そういうのもそういうのもあると思うんですけど、ショールーム選抜とかね、あの AKB さんのだけじゃなく普通の一般の方もそういう場所だと思うので、ショールームがそういう場所なんだよっていうのが伝わればいいなって思います。NNB、 そう、もうほんとたくさんの方が、想像の3倍ぐらいの、もうほんとにたくさんの方が見てくださってて、柵の中にもたくさんですか、柵の外でも見てくださってる方がいて嬉しかったですね。ほんとに野外初じゃ、野外初か、今日地下っ端の時野外立てなかったから初の野外だったんだね今日が。そういえばほんとに楽しかったです、野外って感じで無限って感じで。あ、固まっちゃった、バグっちゃったよ。あー、片道5時間でありがとうございます、来てよかった、嬉しいです、そうやって言ってくれて。ピアノとラジオ体操、最近やってないわ、ラジオ体操やらなきゃね、野外嬉しかったね、また立てるように頑張ります。レーザービーム初センター、幸せ、ありがとうございますあ、見た見た、ツイッターでね、そうそう、嬉しいですね。最後の曲で真ん中にいた子が可愛かったって言ってた人がいたって書いてる、ちょっと遠いけど、言ってた人がいたっていうツイートを見た嬉しかったです。鈴木ありがとうございます。ジャズ、ジャズどうでした？そう、ジャズとかもあったりしてきっとすごいね、楽しかったと。でめっちゃたくさんお店出てましたよね、オープンカーとか、オープンカーじゃないわ、キッチンカーもう食べたい、見たいと思ったんですけど、あきら先生が買ってきてくださったあのリンゴ飴だけ食べました。チューハイ飲んで焼肉丼唐揚げ食べてジャズ聴いて、いいですねいいね、レインボーローズねえ、でもセンターってあんな大変なんだって思いましたし、こんな感じなんだって思いましたし、改めてセンターに立つ子はすごいなって思いましたね。まだまだ程遠い場所かもしれませんが頑張ります。ハートありがとうございます、ペンライトありがとうございます。ちょっとまたブログ書きますね、今日の思いを。そう、本当に人多くて嬉しかったですね、初野外、本当に。見えました、吉見うちは、ありがとうございます、本当に嬉しかったよ、緊張もほぐれて、これはすごい感情性難種帰って帰って、皆さん無事家着いたらあの連絡よろしくです、家着きましたって言ってください心配なので鈴木ありがとうございます、センター立ってよし見たかった、いやまた見てもらえるようにね頑張りますね。本当にとんと立てないのでね、センターって一つまみもいかないぐらいしか立てないので、なんて言ったらいいんだ、人握りでもなく一つまみでもなく一
つまみかってなんだろう、人人人つまみそれぐらい難しい場所なので立てて嬉しかったですね。オープンがあきら先生でしたキッチンカーでしたへえ、ジャズしてきそうなんやね。そうファンの方も皆さん優しい方ばかりで、そう撮影禁止ですってスタッフさんが言ったらちゃんとあのカメラを下ろしてくださってありがとうございます。前の方の方は座ってくださって、すごい笑顔でかした欲しかったんかな、リンゴ飴お団子すすき、お疲れありがとうございます。あ、ちゃんしもさん、くまありがとうございます。くまありがとうございます。くまお団子ありがとうございます。モバメも書きますね、しっかりブログも書きます。まぁ、ちょっと言いたいことがたくさんすぎて同じ内容になっちゃうかもしれないんだけど、温かく読んでくれたら嬉しいです。ちょっとブログは今日書けるかわからないんですけど、まぁ、ちょっと今日あのやらなきゃいけない宿題がありまして、学校のやるので今日はわからないんだけどすぐあげます。ルームスね、テストが終わってもう本当に9月が怒涛の9月すぎて全然ルームス更新できなくて本当に申し訳ないんですけど、終わってまだちょっと落ち着いてないんですけど、落ち着いたら本当大量に更新しますのでしばしお待ちください本当にごめんなさい。1ヶ月経ちそうなのでちょっとピッてあのバイバイってするかもしれないんですけど、しばしお待ちくださいすいません、2回しか9月配信してないしすいません。10月は誕生日もありますしたくさん更新します。アークティビティも書きます、すいません9月 の、 あのお誕生日の方書いてくださいっていうアクティビティ更新してるので、9月お誕生日の方9月ですって言ってくださったらお誕生日動画あげますのでよろしくお願いします。モバメの返信超嬉しいなモバメ待ってます、モバメの返信。朝餃子15個昼ビビンバといいね日本酒飲み比べセットいいね、結構お酒があったのかな。バラすすきありがとうございますね。そうそう、まあ鶏が先か卵が先かみたいな感じだけど、センターだから良くなるか良くなるからセンターなのかっていうのはなかなか難しいところで、どっちもありうるしね、先にセンターになってからこう良くなっていくパティーンもありえるから難しくはあるけど、本当に素敵な経験をさせていただきまして、もっと成長しなきゃなと思いました。そう、自分の衣装、あの衣装本当に好きだから嬉しいすすきありがとうございます。我慢しなきゃいいくていいです涙ハートありがとうございます。お団子土偶ありがとうございます、ハートありがとうございます。そう、本当にセンターは選ばれし者しか立てない場所なので、そんな場所に皆さんのおかげで、本当に皆さんのおかげでしかないので本当に立てて嬉しかったです。そう、みんなと一緒にねこれからも這い上がっていけたらと思います。そう、すすきありがとうございます、ハートありがとうございますまさかにリンガーメカにてた思わないよね、秋葉先生がすすきバラありがとうございます。だるまありがとうございます褒めて褒めて褒めくつりたり、いや褒めてください、よろしくお願いしますファンの皆さんにしかそう本当に褒めてもらうところないので、褒めてくれたら嬉しいです。あ、よかったと思いますので
トラップ抜け出さなくていいです。ハートありがとうございます。まあ、確かに奇抜な方がリンゴ飴を9個も買うっていう何やろうと思いはりますよね。確かに美味しかったです。めちゃくちゃ配信で食べればよかったと思ったんだけど、もう食べたすぎて帰りに食べちゃいましたハートありがとうございます。お、誕生日なんですね。じゃあ9月お誕生日の方、アクティビティに9月お誕生日ですって書いたら、名前を呼んだお誕生日動画を今月からあげようと思ってたので、9月からよろしくお願いします。ヤンニョムチキンあったの？え、ヤンニョムチキン食べたい本当に今韓国料理食べたくって、韓国フェアみたいなやってるんですけど、とある焼肉屋さんで、マジで食べたいんですよね。へえ、ヤンニョムチキンあったんだね。ど、そう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 、パティーン、どっちがどっちかはまあ分からないのでね。ね、これからも食べたらいいな。あ、緑だるまありがとうございます。ありがとうございます。緑だるま、緑だ、キューキーカラーだ、ありがとうございます。鈴木ありがとうございます。タコありがとうございます。そう、全部はセンターでなかったんですけど、それは私のね、実力不足ということで、また立てたらいいなぁと、それも相まって思いましたね。奇抜な方誰もありがとうございます。あった、奇抜な方、ヨシミンファンですって言っといてくださいえ、ヤンニョムチキン美味しかった、いいなあ、黄色だるまありがとうございます。黄色だるま、ハートありがとうございます。ね、ほんとありがとうございました。もうセンターからの景色また見れたらいいなと思いますが、本当にまた見れるかは本当にわからないですし、そう、次いつ立てるかわからないので、いいです、くれそう、しお疲れ、ありがとうございます。うわ、なんだこれはタワー、体調大丈夫ですか、なんですかこれ、髪の毛の生えたウサギ、ありがとうございます。髪の毛の生えたウサギタワー、このさ、皆さんのキラキラ星で、このハチワレみたいな髪の毛しか見えてないんだけど、髪の毛の生えたウサギタワー、ありがとうございます。友和さん、体調大丈夫ですか、ありがとうございます。あ、ちょっと下がればいいね、私が。ありがとうございます、タワー、うさぎタワー、ありがとうございます、うさぎタワーいつもありがとうございます、本当ありがとう、うさぎタワーありがとうございますありがとうございますね、配信があればよかったんだけど、配信なかったので、ありがとうございます。肉巻きおにぎり、彼みんないいね、堪能してるね、チカッパの時もやけど、美味しそうでよかった、皆さん楽しんでくださって。キラキラ投げ完了、ありがとうございます。ススキハートだるま、ありがとうございます。よしみせた、また見たい
いやそれは皆さんぜひ上の方へ言っててくださいきっと皆さんの声も大きいと思うので、よしみんセンター見たいですってたくさん言ってくれたのは嬉しいです。私も精進します。ハートありがとうございます。ね、よしみんの次の公演のよしみんセンターえー、でも公演のセンターとか絶対すごいと思うわ。どんなに緊張するか想像もつかないぐらいだけどね。えかぐや姫かかぐや姫ありがとうございますね。体調崩してる方多いのでほんと気をつけてください。皆さん肉巻きおにぎりとロングポテト美味しそう美味しそう。ロングポテト今日めっちゃ終わってからなんか食べアドレナリンのせいで食べても食べても全然お腹が膨れなくて何かしら爆食いしちゃったけど、でも食べても食べてもお腹が膨れないんですよ。大体昔からそうなんです。なんか緊張する出来事が終わった後って本当にアドレナリンが弱くて、ピアノのコンクール終わった後とかも何食べてもお腹が膨れないぐらいアドレナリンが出るんですよね。ラブレターありがとうございますね。公演アンケートで書いたら叶うかもしれない。きっと結構皆さんの声は大きいと思うのでね、ぜひ言っててください私も頑張ります。もちろんそう全部の曲、そうそのセンターの曲以外は全部端調だったので、一番下だったからさ、それは私の実力不足なので、それこんなに下の方の人でもショールームでセンターにだって立てちゃうんだぞっていうのが、まあ、見せれたらいいかなと思ったんですけどね。またもっと上がれるようにみんなと一緒に上がっていけたらと思います。握手会待ってます皆さん大丈夫ですかね。昨日お支払い選択期限が昨日までだったんですが、お忘れないでしょうかね。グルメ美味しいですよねフェスってあ、そうだ、カジュパしようと思ってたんですよ。あと15分しかできないから、そろそろしようかな。どっちがいいかな。今日ね、いっせーのでやったらめっちゃみんなだったっていう今起動中ですか。今ダウンロードなのです。アンナのソラさん、かのショールーム界ですかの有名なアンナのソラさんのステージをファッションショーの前だったんで横から見てました。見れて嬉しかったとっても。ね、下克上を目指してみんなと這い上がればいけると思うので頑張ります。はい、頑張ります。そう、自分の得意なことでね成り上がっていけたらと思います。うん、あ、ミラーボールありがとうございます。ババ抜きの方がいいかな。何分か、そう、何分何秒っていうのがいいらしくって、ショールームだと一斉のでって言ってもタイムラグが生じますので。じゃあ、え、麻雀とババ抜きどっちがいいかな。ババ抜きでって言ってる方が多いけど、じゃあババ抜きにしようかな。あ、そっか、配信見てたらカジュパできぬって方もいるんですね。そっか、同じ携帯。じゃあ何分何秒と決めましょう。あ、お知らせきた、ありがとうございます。ハートありがとうございます。メンバー3人自分わー囲まれてる
ハートありがとうございます。じゃあ、どうしよう、サクッとババ抜きにしようかな。じゃあババ抜きにします。じゃあ48分00秒からにしましょうか。大丈夫そうかな、配信できない。じゃあちょっと切ってじゃないで大丈夫かな。そうね、やっぱ48分やめます。カジュパっていうの説明してからにしますね。カジュパっていうのは NNB48 のカジュアルパーティーっていう公式ゲームアプリなんですけど、麻雀とババ抜きができるゲームになっていて、つい最近8期生と9期生も加入しまして、こんな感じ、私を推しメンにすると画面を開くと私が出てきますので、ぜひアプリダウンロードして私推しで登録してくれたら嬉しいです。こんな感じ、私の声が聞けます。ちなみに自分のシークレットカード引きましたちょっとこの顔は好きだけど、まあまあまあ、こんな感じです。ってことで48分50秒にしましょうか。いけそうかな、ちょっと近すぎる。あ、やばいやばい、すいません49分からにします。はい、あ、見守ります。じゃあまずはババ抜きしますね、あとで麻雀もする。49分からしましょう。やあ、あ、よしみやね推しの方いる、ありがとうございます。では今ねババ抜きやってます。わあ嬉しいな、初めて吉宮の足の方と、初めてではないけど嬉しい。パチ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 、会えました、嬉しいね。こんな感じで本人登場すると、本人登場って感じで本当にリアルタイムで画面の向こうで一緒にゲームができるアプリになってます。ババ抜きナウですありがとうございます、一緒にしてくださってる方嬉しい。あ、うわうわほんとに吉宮根推しの称号の方で嬉しいね。ババ抜きなです。あ、確かにスペードとハートだけだね、今気づいた。あ、やったーが来ました、やったー。こんな感じ、私がね声聞こえるんですよ、ちょっと面白いですね。上がりを目指していこうみたいな、上がり上がり上がりちょっと分かんなくなってきた。上がり上がりを目指していこう。この調子ならいけるかも。あ、あーあーあー、上がっちゃった。あ、来た、来た。イエーイ、2位です。やったー、2位です。いやー、ありがとうございました。よしみやね推しの方とできて嬉しい。あ、今よしみやね推しランキング38位ですあー、対戦できずで用意、あ、みんなもやってくださったんですね、ありがとうございます。あ、そっか、結構ラグがあるから結構後にした方がいいか。じゃあ次麻雀を1分半ぐらい、じゃあ52分30秒からにしますね。52分30秒から麻雀します。せーのでやろう、52分30秒。ドキドキ、ちょっと時計時計と52分30秒、麻雀です、麻雀。次
配信後にもカジュパしようかな。じゃあ来た1500、あごめんなさい1500だ、1500、すいません、1500しか考えたことなかった。ちょっと待って、パパのいびきめっちゃ声でかくない？あ、おお、いらっしゃる、みんないる、みんないる、みんないるみんないる、ありがとうございます。どうでしたか皆さん。だがしかし麻雀のルールあまりわからないのでガイドに従ってやります。ポンはしない方がいいと思うね。パチパチパチ、ありがとうございます。難しいよ、いい牌を引いてきたね。どうしよう、これどうしたいか分かんない。ちょっといい牌を引いてきたねって凛々しいですよね。チーはしない方がいいと思う、いい牌を引いてきたね。あ、ゆしみ推しの方と、それはそれで嬉しいですね。あ、ポン、それは嬉しいですね、ゆしみ推しの方と会えて。あれね、なかなか難しいよね。ポンはしない方がいいと思う、しない方がいいと思うって言われてもなんだかやりたくなっちゃいますが、やりません。やりたくなっちゃう。ポンできそうだったんだけど、今日ね、あきら先生にちょっと麻雀を教えてもらってなんとなく理解しました。333で揃えたらいいんですよね。でポンは人のやつもらって3組を作るみたいな。でもしない方がいいと思うっていう。あ、ロン、ロン、あ、ロン、ロンされました。負けました。え、すごい、めっちゃ強い、9600だって。私ゼロですが負けました。でもありがとうございました、タイアリです、ありがとうございました。すごい、ゆしみ推しの方いいね、いいね、いいね、出会いっていいね。ちょっと楽しいからちょっともう一回やります。麻雀、じゃあ次は、55分50秒からやろうかな。大丈夫かな、55分50秒から。麻雀1500、ありがとうございました、一緒にやってくださって。55分50にします。ローンされた、ローンされちゃいました。私も55分、あ、いきますよ。大丈夫かな、すいません、あのボカスがやっちゃってごめんなさい。あ、終わってない、ごめんなさい。あ、ごめんなさい、終わってなかった、すいません、すいません、またやります。あ、いっぱいいらっしゃる、ありがとうございます。シャーと一曲、あなたの風はシャーらしいです。いきましょう、今終わった、ごめんなさい、ちょっと自分のペースで進めちゃった、ごめんなさい。野蛮のソフトクリームのスタンプ買いました。チーってなんだろう、いい牌を引いてきたね、あ、まだまだそう、頑張れ、よしみやね、推しの方がいらっしゃって嬉しい。あ、連番、なるほど、チーって言うんですね。
なるほど、1,2,3,4,5,6、なるほどなるほど、ありがとうございます。流局、あ、そうなんや、駒が足りなかったね、そうなんや。この金色の色ついてるやつは何なんですかね、たまに出てくる。あ、違う、やばい、ドラ、ドラ、なるほど、ドラ間に合うかな、間に合うかな。違う、やばい。あ、と点が高いんや、めっちゃ持ってる、私4つ持ってる。あ、ツモ、押されました。負けました、難しいです、負けました、マイナス1000です。ギリギリセーフでした、ありがとうございました、ありがとうございました。すいません、大準備します。13位アサヨンさん、12位キングキャメロンさん、11位コバトンさん、10位ブヤマブヒヨさん、9位チャンシモさん、8位ジェンナロさん、7位スティッチさん、6位 F さん、ありがとうございます。5位ウーカミンのアコシさん、4位平八さん、3位はトゥルルルミョンさん、ありがとうございます。そして2位はトゥルルルルショウちゃん、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はトゥルルルルルルルントモカズさんでした、ありがとうございます。髪の毛ウサギタワー、ありがとうございます、ありがとうございました。この後も少しマージャンやりますので、会えたらいいですね。ありがとうございました。本当に、改めまして、神戸オートマフェスティバル、本当にありがとうございました。明日は6時半から、南部新しい野球大作戦ですので、よろしくお願いします。